おはこんばんにちは。第42回あの ME 技術実力検定試験の物理科学のねあの分野の問題を復習してみたいと思います。でまずあのどんどんいきます。問題の午前の問題の11番からねやっていきます。でこの問題はあの単位についての問題です。であの順々に見ていきますね。1番でニュートン×メートル、これは力×距離ですね。これは仕事の単位で合ってます。で2番ですね、これはあのむしろこちらですね、電力ワットイコール電圧×電流ですね。電圧×電流っていうのがありますから、電圧×電流はアンペアですね。だからあの先にこれを書いといた方がいいです。あの分母分子ひっくり返されることありますからね。だから電圧はワットパーアンペアになる。これもまあ合ってます。で次3番目なんですけれど、このテスラ T って何、これはねテスラなんですけれど、これはちょっとねあの黒板に書くとくちゃくちゃしてくるんで、あのちょっとこちらのスライドを見てください。なぜねあの1ウェーバーがあの1ボルトパーかける秒っていうのをねあのなるのかっていうのをちょっと説明したスライドですけれど、あの電流に働く力っていうのは時速密度に電流と線の長さをかけたものです。つまりあのちょっとここでスライド切って力っていうもの、電流がこう電線に電流が流れます、ね、そうした時にこれを、こっち向きに流れてこちら向きにこう磁界が横切ると、そうするとですねこちら向きに力が働くんですね。これはあの何でかあの電磁気学の本を読んでもなぜこうなるかは書いてません、ほとんどね、まあ、こうなるっていうことが書いてて、その、 あの電線の長さを L としたらその力は時速密度に比例、磁界の強さに比例して電流に比例して長さに比例するんだよっていうね、まあ、こういったことが分かっている、まあ、そこをベースにして考えます。はい、次またスライドもう一回戻ります。そうすると時速密度っていうのは力を電流と長さで割ったものになる。だからここ大事、1テスラは1ニュートンをアンペアかけるメートルで割ったものになります。でアンペアっていうのは電気の流量ですから、クーロンパー秒になりますね。であの一方ですね、1ボルトは1ジュールパークーロンですね。それで1ジュールはニュートンメートルなので、さっきやりましたね、それをクーロンで割ったものがあの1ボルトになるから、1クーロンはボルト分のニュートンかけるメートルになる。なのであの先ほどのその時速密度の単位はテスラです。ただ1テスラはあの上の一番上の式にあの今の2番目の式を代入すると、あの不思議なことに電圧かける秒を面積で割ったもんになる。これはねそうそう考えてもあの考えつくことじゃないんで、あの一番上に書いてますね、1ウェーバーがなぜか知らないけれど電圧かける秒になるのは、まあ、覚えとった方がいいと思います。なのではい、このスライドは終わりね。で3番目戻しますと、1ウェーバーが1ボルトかける秒だからね、1テスラはボルトかける秒を平方メートル、メートル以上で割ったものになるんだよと。だから3番が違うねっていうのが分かりますね。であと4番はこれは S っていうのはジーメンスです。でこれはよくねあの
導電率と勘違いするんですけど、ジーメンスというのはこれはコンダクタンスって呼ばれます。電気の通りやすさ、まあ、言ってみれば抵抗の逆数ですね。で V イコール RI ですね。だから電圧はオーム×オーム×その何だったっけ、アンペアなんですけど、オームっていうのはアンペア分のボルトですよね。でその逆数ですからね、1シーメンスっていうのは1ボルト分のアンペアになるから、これどっちがどっちかなんかね、丸暗記してもね秒で忘れますから、オームの法則からまずね、オーム抵抗の単位がボルトパーアンペアであるというのを抑えて、そのひっくり返したのが G メンスだと、そういうふうに整理しておきましょう。それから5番、これがちょっとと思った方もおられるかもしれませんが、シーベルト、ね、これシーベルトに単位なんかあったっけってね思うかもしれませんが、ここはねよく押さえとってほしいことが一つあって、放射線の単位はほとんど聞いてくれる測り方で出て決まってます。だから1レントゲンっていうのはこれは照射線量ですね。照射線量っていうものは空気中でどれだけの大気がそのエネルギーでイオンになったかで測るんですね。だからクーロンパーキログラムエアーですね。で単位となってます。で1グレイですね。グレイっていうものはこれは吸収線量ですね。吸収線量っていうのは放射線が当たったら温度が上がります。ただその上がった上昇した熱量を測定すれば放射線の量が分かるわけです。だから吸収線量はジュールパーキログラム、その物質1キログラムあたり何ジュール熱量を吸収したかっていうことで測定されるね。だからこれなんか面白いのはね、目に見えないものでよく分かんないものだからかもしれないですけど、測定の方法がそのまま単位になってます。 でグレイに、ね、影響係数をかけたものですね。例えばそのガンマ線だったら 0.6、ね、でデータ線だったら1でアルファ線だったら20とかね、そういった量をかけどれだけ生体にダメージを食らわせるかっていう量影響係数をかけたものがシーベルトで、これは単位はありません。なのでシーベルトの単位もジュールパーキログラムになるとね、その線量等量の成り立ち方まで知ってるかっていう問題でしたね。なかなか詳しいところまで聞いてきます。大変ですね。まあこの、11番の答えは、3番になりますね。皆さんこれ合わせれたでしょうかね。うん、じゃあ次、今度はいいですか。問題の12番ですね。どんどんいきましょう。12番、これは音波についての問題です。で音波についての問題なんですけれど、これもねまあいろんなことが聞かれてますから、ちょっとね黒板に書くとガチ講義になっちゃうので、これもちょっとスライドを用意しました。ちょっと見にくいけどね、これです、ね、まず男性波の性質について、これも僕のテキストそのまま引っ張ってきたもんなんですけれど、男性波の速度、男性波には縦波と横波がありますね。縦波っていうのはこういう波、横波っていうのはこういう波ってね、縄跳びでやったかもしれませんが違います。どっちも横波です、ね、縦波っていうのはどついた方向ですね。どついた方向に伝わっていく、そのままどつきがこう伝わっていくのが縦波ね。で横波っていうのはこうさっきやったようなこういうねうねりが伝わっていくね。 OK。 でちょっともう一度このスライドを戻しますと、
あの音波は縦波です。これはもう覚えとってください。で次、あの媒質の体積弾性率、これはあの体積の、まあ、物体、まあ、媒質の硬さだと思えばいいね。先端弾性率、これはあのずり方向の硬さだと思えばいい。そうするとあの V1 イコールこう、まあ、こういうふうな素式になりまして、あの縦波では先端、あの気体ではほとんどですね、あの先端方向、つまりずり方向の弾性が小さいからほとんど存在しないから、ルートロー分の K になるとね。それであの縦波の方が速いんだよっていうことです。いいかな。で、次にですね、あのだからその1番目はあの気体中は縦波ですと、ね、音波は縦波です、これは丸ですね。で2番目に音速は温度に依存するかということなんですけれど、これはね次のスライド見てください。この弾性波の性質、もう一つね、空気と生体内のね、あの音速についてはこれはもうよく知っとけっていうので、あのいろんな形で出題されます。でまずあの温度が T 度ね、まあこの摂氏温度で T 度の空気中を伝わる音速は 331.5+0.6T、 これね合ってますかっていうのが過去に一度だけME 検定に出てました。いやいや覚えてねえよと思うんですけれど、あのこれね、あの大事な式です。 でだから温度が上がると音速は上がります、ね、であの生体内ではあの液体なんでですね、あのそんなに大きく変わらないと思うんですけれど、実規格ではあの 1530m/秒 ですね。それであのいろいろなんか規格によってちょっとずつ値が決まるんですけれど、ただ臓器の種類と温度によりやはり音速は異なるんだっていうことをね押さえておいてください。まあ、っていうことを押さえてるかっていうのがこの2番目の問題でしたね。で次3番目、指向性。指向性ね、難しいことを聞いてくるね。指向性って何っていうことですね。でこのスライドを見てください。このスライドあのこれもあの僕のテキストから勝手にまたあの持ってきたもんですけれど、あの超音波の指向性とちょっと難しい言葉、方位分解能っていうのがあります。これはですね、あの超音波診断装置の性能を、まあ、あの測るための重要な指標なんですけれど、これあのこの絵にありますように、左側に、まあ、振動子があると、そしてその振動子からあのが振動して音波が、ね、超音波が出ます。で超音波はですね、ある特定の近距離音波ってフレネルゾーンっていう領域では直進します。だけどだんだんそのあのずっと進んでいくと、この救命波として広がっていく、その領域をフラウンホーファーゾーンって言います。まあ、これまだ国試に出てないですけれど、なんかねあの超音波の専門の的な本を読むと必ず書いてることなんで、あのそのうち出るかなと思いますので、覚えておくといいかもしれませんね。近距離音波をフレネルゾーン、遠距離音波をそのフラウンホーファーゾーン、フラウンホーファーゾーンだと救命波になってるよっていうことです。それで、あ、まあ、重要なことはですね、この指向角っていうのは、これ聞いてくれます？振動子が大きいほど小さくなりますね。D 分の 1.22 ラムダで、ラムダは波長が短いほど指向角は小さくなる、つまり広がりにくいっていう、この広がりにくさが指向性。なんでかいうとですね、遠くまでまっすぐ飛んでいった方が正確に測れるんですね、どこにあるかっていう。それを方位分解能といって、それはあの振動子の大きさに反比です。そして、波長がにも波長が小さくなるほど視光角も小さくなるとね、まあ、そういうふうなことを押さえておいてください。はい、次今度はあの周波数とあの減衰についてなんですけれど、ですね、これはあの周波数が高いほど、まあ、媒質通で、まあ、減衰しやすいっていうね、のがありますが、基本的にですね、ちょっとこれ簡単に説明しますと、音っていうのは最初は大きいです、だけどだんだん小さくなって最後はあの
高圧ですね、なくなっていく。でこれもこの距離を x としますと、これは最初の音圧を、まあ、P0 としますと、 P0×E のマイナスアルファ x ですね、っていうのがあります。でこれを吸収係数って言うんですけれど、吸収係数ですね、この吸収係数は周波数が高くなるほど大きくなりますね。で、あの周波数が低い波ほどあの吸収係数が少なくなって、あの遠くまで到達するんですね。だから皆さんが例えば桂浜浜で足をバタ足させても、その波はアメリカまで届きませんがね。なんでか言ったら減衰していくからですね。だけどアメリカの例えばどっかで地震が起きるとね、海溝でカリフォルニアとかで地震が起きたら、その津波は日本まで到達するんです。なぜかというと波長がすごく長い、津波の波長っていうのはね、ものすごく長いんですね。何十キロとかいうふうになります。なので伝わるっていうね、まあ、そういうふうな理解をしておくといいと思います。で、その次、最後5番ですけれど、音響インピーダンスっていう話が出てきますね。音響インピーダンスについてもこれごちゃごちゃするのやっぱりポンと出しちゃいます。これまとめてますからね、後でねスチール、ストップモーションでちょっと眺めてもらってもいいんですけれど、音響インピーダンスってね、一言で言います、音圧をその媒質の運動する速度、音速じゃありません、粒子の運動速度で割ったものです。でそれは密度かける音速になりますね。密度かける音速になります。これはよく覚えといてねっていうことです。でついでに言うと、音響インピーダンスが大きくなると、音圧がまあ高くなって、その粒子の速度が小さくなってきますね。で あとはですね、最も小さい音響インピーダンスが小さいのが気体ですね。で音響インピーダンスが最も大きなものが骨などの固体になります。このあたりまで押さえておいてください。よし、じゃあ問題の11番2つでかなりツッコミどころ満載でしたけれど、まだまだ続きます。その次の問題の13番ですね、13番です。問題の13番はこれはペーハーについての問題です。でこれもですね、ちょっと簡単なスライドを作っておりますので、こちらです。まず水素中のね、これ化学のね、勉強している人はみんな知ってるんですけれど、イオン石っていうものがあって、それは常に一定になる。イオン石って何かというと、水素イオンと水酸化イオンのかけたものです。濃度をかけたもの、これは常に 1.0×10 のマイナス14乗モルパーリットルの事情になるっていうことです、ね、それを知ってるかっていうことです。それでペーハーはマイナス6、これ 10底のですね、 H プラスですよっていうこと、ね、まあそんだけを知ってるかっていうことです。だからこれで見ますと、いくつかあるんですけれど、まず問題の13番で、ペーハーの7は中性であるっていうのが、これは、水素イオン濃度ですねが、10のマイナス7乗モルパーリットルで、水酸イオンですね、これが10のマイナス7乗モルパーリットルと、しますと、これはどうなるかというと、両方かけたものが10のマイナス14ですから、両方同じぐらいの量、これを中性って言うんですね、中性。それでロックの、これがペーハーですから、ね、だから10のマイナス7乗の7って7になります。で次ですね、負の値になることがある、これは負の値になることがあるかな、例えば10の1乗
モルパーリットルとかになるとこれはpH はマイナス1になりますね。そんなもんってあるんかよくわからないんですけど、なるぞっていうことです。それであとですね、水素イオン濃度に比例するかって、ここがポイントですね。水素イオン濃度ですね、水素イオン濃度に比例するかっていうと、これはどうなんだろうと思うんですけれど、よく見ると比例じゃなくて、例えば水素10のマイナス7乗の時に7、10のマイナス8乗の時に8、10のマイナス6乗の時に6ですよね。比例してないですね。だからこれ間違いだなって、4番が間違いだっていうのが、すぐに分かります。であと水素イオンが多くなると、こちらが例えば8になると、ね、こちらは6になります。さっき言ったようにイオン石ですね。そしたらこれは酸性ですね。酸性で pH イコール6と、だから5番もあって、でそんな感じでどうもね、4番がな違うっていうのはすぐ分かるんですけれど、というわけでそんなとこですね。とりあえず4番が間違いだっていうのは分かります。以上です。次どんどんいきます。29番ですね。午前の29番の問題です。29番のこれ表面張力の問題です。表面張力はね、多分今までほとんど言葉で聞く以外に出てきてなかったんじゃないかなと思いますけれど、結構重要なんでね、やっぱりちょっとスライド1個作ってきました。これです。まずラプラスの式ってみんなご存知ですかね。この球体がありまして、球体の内圧、この青で塗ってるところですね、内圧にを P とします。それで半径を R とすると、この青で塗ってる球を2つに割る力っていうものは圧力に断面積をかけたものになります。それとこの球体をくっつけようとする力ですね、これは張力に円周の長さをかけたものですね。張力というのは単位長さあたりの引っ張る力っていうことですから、だからこのありますように圧力に面積をかけたものは張力に円周、ね、かけたものになるよっていうね、これがねベースの考え方だから、内圧はっていうことで、内圧は R 分の 2T になりますね。球体の内圧とその表面張力とその球の半径ですね、それにはこういう関係がある、 P イコール R 分の 2T という関係があるっていうのがまず知っておいてほしいことですね。はい、じゃあちょっとスライドはちょっと消して、簡単にねもう一回説明しますと、球体があります、ね、そして内圧が P、 それで張力、これをくっつけようとする張力が T ですね、 T とします。そしたら P イコール半径が R としたら R 分の 2T、ね、これは何がこういうことが分かって嬉しいかという、先に問題の説明の方いきますね。でじゃあこれ全然球体の話で、表面張力のね水が上がる話と全然違うんじゃないかっていうふうに思われるんですけれど、ここでいうこの R に相当するものがこれです、半径ですね。だからこの問題での直径 D っていうのは 2R だと思えばいいですね。となるとここに働く張力っていうのは、表面を上にこういうふうな形で引っ張り上げようとする力が T です、ね、なのでこの張力で上に引っ張り上がれるものと、この圧力に相当するものが ρGH ですね。この高さを H とすると、そこの圧力は低水圧は ρGH になると、これが釣り合っているね。つまり ρGH イコール R 分の 2T、 こういう釣り合いの式になるよっていうことです。なので H イコール ρGR 分の 2T ですね。 OK。 でここでね注意しなければいけないのは、
ここがね接触しているところの角度があるんですね。この角度っていうのがまあ大体決まってますね。20度とかそういうような形で決まってまして、この接触角って言います。ちょっとね問題解説にしたらなんか難しいこと言い過ぎてんですけど、接触角を θ だとしたら、これは h イコールロー g r 分の 2t コサインの θ だとね。つまりこのこちら向きの t のこの部分だけが持ち上がるのに関与しているね。t コサイン θ。OK。こんだけ。ね、なのでこの式は急には出てきません、ね、だけどできれば僕のおすすめはこれね。これはさっき説明したように内圧と張力とのバランスからね簡単に計算できるんだよと。面積に圧力かけたものは円周に張力かけたものと釣り合うと、ね、まあ、そこから大体わかるよねっていう形です、ね、僕もこの式なんか丸暗記なんかしてませんよね、この帳面張力式とか覚えとけって話じゃないです。でこの R に反比例してますね。だからこれはねこの高さっていうものは横軸を R 縦軸を H とするとこんな風になるんですね。つまりこの小さく細くすればするほどこう毛細このこうやって毛細管現象で上がっていく高さっていうのは高くなっていくとね。なのでこれは答えは1番かなということがわかるわけ。いや結構ね骨がありますね。でも大丈夫ですね。多分ねこの問題はそんなに頻繁には出ませんねと思います。だけど僕が思うにはこの式は非常に重要です。でいろんなところで出てきます。肺の肺胞がね肺胞虚脱の話でも出てきますし、小さなものほど内圧がね高くなるんだよっていうこと。それともう一つこれは全然国史のこの問題の解説と関係ないんですけれど、皆さんこれ知ってるかな。バチスタ手術ね。バチスタ手術で心臓外科の先生たちと一緒にいろんな研究とかしてって聞かれたことあるんですね。先生バチスタ手術の論文読んでたらラプラスの式っていうのが出てくるんだけど、よく出てくるんだけどこれ何っていうね、どういうことなんですかっていうと聞かれて、まあこういう説明したわけなんですけれど、つまりこういうことなんですね。心筋が心筋が肥大しますよね。そしたら内圧を上げるのに大きな張力がいるわけですね。それだけど心臓が縮まらないからね、心臓がなかなか収縮させるのに十分な収縮力が出せない。そうしたらこれを小さくしてやればこれは上がるんじゃね。つまり半径を小さくしてやれば収縮した時の同じ心筋の収縮力でも心内圧は上昇するわけです、ね、だから肥大した心筋の一部をこう切り抜いて縫い合わせてやるとね、それで半径を小さくしてやったら肥大型心筋症が治るんだよっていうね、これがバチスタ手術の原理らしいんですけれど、そういったところにも出てきますから、まあ要チェックですね。表面張力よし。じゃあね次今度は5個の問題いってみましょう。そこ問題の11番、単位の接頭辞を示す倍数で、これはねできれば合わせてほしい、多分点をくれる問題だと思いますけれど、メガが10の6乗です。ギガが10の9乗ですね。テラが10の12乗になりますね。これはメガギガってるなんだそれはって思いますけどね。まあメガギガテラ
ですね。あの最近なんか何テラバイトっていうあのハードディスクも普通になってきましたけどね、昔はですね、僕らがあの学生の頃のハードディスク、フロッピーディスクがたった1メガバイトでしたからね、今よくわかんないんですけれど、メガ、ギガ、テラですね、こういう順番なんだよってね。それであと今度はマイクロが10のマイナス6乗ですね。でナノが10のマイクロ9乗、ピコが10のマイナス10です。であのこれはですね、非常にちっちゃなあのマイクロちゃんがいてですね、マイクロナノ、その後ねピコって言うんですね。マイクロナノピコ、マイクロナノピコとね、覚えておいてくださいね。あのまあみんな覚えてる人多いと思いますけれど、あの忘れたらね、マイクロナノピコとね、メガ、ギガ、テラね、これでいけば大丈夫です。いいかな。はい、そう、この次どんどんいきます。次は問題の12番になります。問題の12番は、これはあの ME 検定で出てきて国家試験に出てこない、まず出てこないものの一つですね。オプティカルの問題です。あのオプティカルの問題は、これはですね、時間があったらあの作図して求めるんだ、まあ大体いいのかなと思いますけれど、作図するのも大変なんで、ちょっと簡単に説明しておきます。ここに物体がありますね。そしてこのレンズっていうものは、こういうふうな光をどっかにこう集めて、あの別のスクリーンに投影するものですね。こういった形でスクリーンに投影してするものです。それであのここに当たって、水平に来てここに当たったものはこう曲がってきてこうなりますね。それであのだからこれどっから来たものもこう来たものもこう曲がってこう、ね、だから一点にねあの集中するよっていうことなんですけれど、じゃあここでいう焦点っていうのは何かというと、平行に入ってきたものが像を結ぶね、この中心からこの距離を焦点っていう、焦点ですね、焦点。それであのレンズの公式っていうのがあって、これあの作図して、わざわざいつも作図するのも面倒なんで、あのレンズの公式っていうのは普通ね、こういうことを考えるときには一応覚えておくことが、まあ、おすすめです。ここが距離が A のものは、 A の距離にあるものはどっかね、あの適当な距離のところに像を結ぶんですね、 B とします。そうすると F 分の1イコール A 分の1足す B 分の1に、ね、あのこれは覚えてた方が楽ですね。でこれでやりますと、あの今物体の大きさの 1.5 倍の実像ができたっていうことは、これは A 対 B イコール1対 1.5 っていうことですね。なのでこれをね、あの A をベースで考えると、 F 分の1イコール A 分の1足す 1.5A 分の1になりますね。なのでこれはA 1.5 だから 1.5A 分の 1.5 足す1ですね、イコール F 分の1になると。さあ F イコール、そしたらこの 1.5A イコール F かける 1.5A イコール 2.5F とね。であの B っていうのは A の 1.5 倍だから焦点距離の 2.5 倍になる。これちょっとね、若干あの自信がなくて、あの巷で出回っている回答ではこれは 3F になってたんですけど、あのこう計算したら 2.5F で、さらに
あの作図攻めしてもね 2.5F になるんでですね、多分これでやってると思うんですけれど、とりあえずあのなんか勘違いしてるとこがあったら誰かこっそり教えてくださいね。まあ、 あのそんなところです。でその次の電気は昨日やったよな、電子もやったよな、これが来た、ポンプが来た、ポンプの問題がありましたね。これは問題の20です。20ね、でこれはあのちょっとあの解けなかった人も多いかもしれませんが、あの簡単に説明したいのでちょっとあのこちらのスライドを見てください。あのポンプの溶滴と流量の関係っていうものを、まあ、これちょっと別 の、 あのちょっと講演あの勉強会でね使ったものなんですけれど、あの簡単に説明しますと、ポンプっていうものは圧力を高めて、このシリンジとかでね同じなんですけど、圧力を高めて圧力で流体を押し出して輸送するものがほとんどです。まあ、そうでないものもあります。でポンプのこのパワーですね、ポンプ動力ってのはパワーなんですけど、そのポンプをその押し出す時のそのエネルギー、あのその出力っていうものはこう圧力に流量をかけたものになるんですね。圧力に流量をかけたものになる、ね、で、その時のその、 あの圧力をロージ、その高さを基準にしたロージ H と表すことができて、 H イコールロージ9分の L、 これを溶滴って言いますね。つまりそのポンプのその持ち出す、あの押し出す時のね、あのどれだけの圧で押し出してるかっていうのを溶滴って言います。で、あのついでに言うとですね、あの全くもってね、この問題の説明から離れていきますけど、この溶滴と流量の関係はめちゃくちゃ大事です。で、あのこの次のスライド見てください。この、まあ、我々がその皆さんがね仕事で使うあの遠心ポンプとか、まあ、ターボ型ポンプって言うんですけれど、これね知ってるよね、いろんな種類が最近あるなとね。あの遠心ポンプでも渦巻き、ディフューザー、射流ね、それからあと軸流ポンプもあるね。これは全部ね溶滴と流量との関係で決まるんです。つまり高い溶滴が必要なものはほど、あの、まあ、例えば渦巻きポンプとかディフューザーポンプというのは流量よりも溶滴を高い溶滴を出すことを重視している。それに対してあの軸流ポンプとかね射流ポンプっていうのは溶滴は出せないけれど流量がね稼げると、ね、まあそれ同じ出力でいうことですよ。あのそういうふうに作る。それであのサイズでいうとそういう高流量で溶滴が小さいものの方が小型に作れるんだよっていうことね。まあ、これもねあの知っとくといいと思います。はい、じゃあねあの問題の20番のちょっと説明に移りたいと思います。ポンプのあのおよその出力ですね、出力、ポンプの動力、軸動力が圧力かける流量なんですね。これはあのなんかピンとこない人はあのこう考えてもいいです。仕事っていうものは力かける距離でしたよね。それと同じように力っていうものは圧力かける面積なんです。力はねかける距離で、面積かける距離っていうものは何かというと体積ですね。体積 OK。 なので出力っていうものはその仕事単位時間あたりの仕事です。だからこれは圧かける体積を時間で割ったものになるから圧かける流量だよとね。まあこういうのはねあの基本的な関係ね、力学の重要なポイントとして押さえておくといいと思います。で、あとはねぶち込むだけです。圧力が150ミリ水準ですね、かける 133.3 をかけたらこれはパスカルになりますね。
それでその時の流量が100ミリリットル、これはかける10のマイナス6乗で、ね、立方ワットだよな、100ミリリットルかける1ミリリットルが1ミリリットルが1リットルが1000リットルが10の3乗リットルが1立方メートルですね。となると1リットルは10のマイナス3乗立方メートルですね。ただ1ミリリットルは10のマイナス6乗立方メートル、あ、合ってますね。時々僕致命的に間違えるんでちょっと心配になりますが、これをまあ計算するだけでいいね。150×133.3 かける100×10−4乗ですよ。ちょっと結構大変な計算になりますけれど、150×133.3 はで、これは19,995×10−4乗になりますから、1234=1.9995W というね。だから大体 2W かなっていうのが出てくるわけです。ちょっと難しいですけれど、結構ねこれねとかこれね、仕事は圧力かける体積になる、だから動力出力は圧力かける流量になる、この圧力かける流量がによってそのポンプのエネルギーっていうものは圧力かける流量で変わる、だからこれのバランスでいろんなタイプのポンプがあるんだよっていうところまで押さえておけばね、ちょっとね面白くなってくるんじゃないかなと思います。いいかな。はい、そのあと最後問題の36番、これは力学の問題じゃなくて輸液ポンプの問題なんですけれど、ここでねせっかく今日ポンプのお話しましたので、実は僕ねもともとが何回も言いますように船舶工学だったんで、ポンプとか推進機ですね、この辺はもうめちゃくちゃ徹底的に叩き込まれたんでついつい話してしまいますからね、ポンプの話もういいと思ったらねピューッとね飛ばしてくださいね。ポンプにはねこれだけの種類があります。これは主にね人工心肺ではっていうふうに正し書きしてますけれど、ポンプっていうのはターボ型ポンプと溶石型ポンプとあと特殊なポンプですね、大きく分けて3つに大別されます。これは工業分野の話で、その中で血液ポンプとしては血液損傷が少なくて信頼性再現性が高くて手でも動かせるとかね、感染リスクが軽減できるっていうことで遠心ポンプ、射流ポンプ、それからローラーポンプがよく使われています、ね。こうポンプのそういう用途と種類の大別もね押さえておくといいと思います。次、じゃあね輸液ポンプではっていうことなんですけど、こちら見てください。ポンプの駆動方法で大きく分けてペリスタルティック方式とピストンシリンダー方式があるとね、これは流量の正確さが要求されるため、先ほど言ったポンプの中では溶石型ポンプっていう括りのものが使われて、その中でもペリスタルティック方式とピストン方式、それでこの選択式の中に選択の中に出てきたボリューメトリックっていうのは本来ね溶石型っていう括りの英語なんですけれど、一定溶石にのチャンバーへ流入してそれを押し出していく、そういう連続的なピストンシリンダー方式のポンプ、それをボリューメトリックポンプと、この分野では言っておられるみたいです。いいかな。それでこちら問題の36番に出てくるものはこの中ではダイヤフラムポンプって言われる拍動型のポンプですね。あまり見たことないかもしれないのでちょっと持ってきますね。こんなやつですね。これは、ゼオンっていう会社が作っている東大型の人工心臓のポンプですね。でここに空気の駆動
ここに 空気圧をで押さえてやると中のサックがぺしゃんこになったり膨らんだりするんですね。ちょっとあの手元にもう一つの東洋棒っていうのが作っているその人工心臓の方がダイヤフラムポンプなんで、本当のダイヤフラムポンプなんで原理は一緒です。ここに2つ弁がありますね。それでこれがパッコンパッコンすることで弁が開いたり開いたり閉じたりしてあの血液を流していくとね、まあ、こういったあの拍動型の弁がついたポンプのことをダイヤフラムポンプっていうねいうふうに言われます。で、あの拍動を作ることができるので、まあ、人工心臓、体外式の人工心臓とかでよく使われている方式になります。いいかな。まあそんだけです。じゃあね、あのいろいろちょっと今日はあの盛りだくさんでしたが、あの重要なねポイントも結構ありましたので、しっかりね復習しておきましょう。よし、じゃあ今日も皆さんお疲れ様でした。